どうも、小坂中です。えー、今、え、シンガーですけども。もう一つ、埼玉県の所沢っていう町で、教会の牧師をしています。よろしく。 まず一曲歌ってから始めようかなアトランタジョージアからメンフィステネシーへ医者に揺られて長い旅だった 「人生は出会いだって誰かが言ってた」「その意味を見つけるたび」「いろんな歌に出会ってきたけど」「いろんな人に出会ってた 来た「けどキリストに出会ってしたゴスペルが今の自分の歌になった」 「ひたに出会ってきたけど」「いろんな人に出会ってきたけど」「キリストに出会ってったゴスペルが今の」 「自分の歌になった」「それが自分の出会い えっとですね、あのー、まず、えー、今日この会はですね、えー、誰がこんなストーリーを書いたんだろうっていうそういう、えー、話をしたいと思うんですけどもまず皆さんにこんな写真を見てもらいたいと思って用意しましたちょっと怖くないですか これの僕です。<laughs> もしこんなのが向こうにいたらね僕は避けて通りますねそして今です、えー、僕の家内ですね、うん、まあ今二人で、えー、所沢にある空き巣福音教会っていう、えー、教会を勃会して、えー、今年で25年になります、えー、考えられます 誰がこんなシナリオを書けたんでしょう、えー、自分で書いたと思いいますいや自分じゃないんです、えー、今日はねそのことを皆さんと、えー、分かち合いたいと思ってるんですね。えー、僕自身は自分の人生のストーリーっていうのは自分で書きたいと思ってたの。じゃない誰の人生でもない自分の人生です。 でしょ誰にも邪魔されたくないそういう自分の人生のストーリーをね、えー、自分で描きたいと思っていたんですけども、えー、そうならなかったの本当に不思議ですで今日皆さんと最初にね、えー、聖書の一つの言葉それをねまず分かち合いたいと思うんです。でそれは、えー、っと新約聖書の えー、第2コリント5章の17節っていうところにあるこんな言葉です。えー、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り身をすべてが新しくなりました。これはねどんな人の人生も新しくなるって言ってるんです。どんな人でも誰でもです。えー僕北海道で えー、教会でね、えー、チャペルコンサートを兼ね舞たことがあったので歌っていたんですけども、えー、いろんな人が来てるんですけどね目の前にねちょっとパンチパーマであんまり目つきのいい人じゃない人が腕組んでずっとこうやって聴いてたんですよ。気になって気になってしょうがなかったんですけどもコンサートが終わって、えー、それでお祈りをして、えー、そして帰ろうと思ったらその人がスッと立ち上がって僕のところに近づいてきたの。 これは何か起こりそうだなとで彼は手を伸ばして僕に握手を求めてきたそれでああよかったと思って握手したらね耳元でこう言うんですよ小坂さん2人だけで話がしてんだとで僕は彼と別の部屋でね2人で話をしたの、えー、彼はねこうやってね僕に手を見せるんですあれ 小指どうしたんですかと思わず言ってしまってその時ファッと気が付いたの、うん、彼はね大変なところにいるんだなっていうのが分かったのその時それで、えー、彼がね僕にこう言うんですね小坂さんヤクザでも新しい人生に変わるんですかもうその時ね聖書にどこにヤクザが変わるって書いてあったかなと思って <laughs> <laughs> 一生懸命考えたんですけども その時パッと思いついたのが、この聖書の言葉だったの。第二コリント、五章十七です。便利じゃないですか。誰でもですよ、ね。で、その聖書を開いて、その人と一緒にそこを読んだんですよね。ほら、誰でもって書いてあるでしょ。ここにあなたをいるんですよ。で、まあ彼はその後、ヤクザの世界にいたのが足を洗って、えー、そして、まあ 普通の世界に戻ってきたの。今はですね、えー、自分の人生を新しくしてくださった。どんな人でも希望があるって、そんな証をしながらね、いろんなところで伝道しています。えー、と誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。えー、僕が生まれたのは1948年。 段階の世代です。えー、だから、ねうん、ともかくベビーブーマー人が一番多いんですよ。えー、例えば、えー、そう一学年が一クラス五十人、それが十五クラスぐらいある。一学年でだよ。すごいでしょ。だから本当にね競争の世界なの。 もう小学校1年生からずっと競争ですで。そんな世界に僕は生きてきたんですけどもえー、っとですね大学に、えー、入学した時ちょうど日本はね学生運動っていうのはものすごい盛んな時だとそれで僕が入った大学も、まあ、学生運動でロックアウトされて僕は勉強したかったのに学校が閉鎖されてたの僕は勉強したかったのにですよ うん、<laughs> それでまあ高校時代の友達とまたね集まって一緒にバンドをやって活動をしていたんですけどもその友人がね、えー、なんかあるレコード会社が新人のバンドのオーディションやってるって「お前ら行ってみろよ」って言われてで、まあ、僕らはそのレコード会社のオーディションに、えー、行きました。 オーディションを受けに行ったんです。でもねものすごい待遇が良かったのオーディションを受けに行っただけなのに応接間に通らされて今日も出てこないような紅茶が出てきてそしてケーキが出てきてみたいなでね、後で聞いたらねオーディションを受けに来たのが僕らのバンドしかいなかったらしいんですよ。でどうやらね、まあ、そういうわけで、えー、もう競争なしで、えー、そのレコード会社のオーディションに合格しちゃったの。 すごいでしょそれで、えー、まあその時から、まあ、僕の人生の新しいこうページがこう開き始めたんですよ。大学がロックアウトされてなかったらそんなふうになるなんて想像もつかなかったしで,すで、えー、1966年に、えー「フローラウ l っていうバンドでデビューしました。ですからね今年デビュー50周年。 50年も歌ってるんですでその頃の日本の音楽の世界っていうのはグループサウンズっていうの,が流行っのそういうバンドで普段はみんな外国のバンドの音楽のコピーなんかをやっていたんですけどもまあレコードを出す時だけ、えー、作曲家作詞家プロのねそういう人たちが作った曲をバンドでアレンジして そそしててレコーディングするっっいうん、まあ、んな感じだったんですねで僕が、えー、最初にこのデビューした「フローラル」というバンドも、まあ、そういうグループサウンズの一つでした。でこのバンドのね面白かったのは実はこの、うん、僕らの所属した事務所っていうのが当時アメリカでものすごい人気があったモンキーズっていうグループがあって。 その日本のファンクラブをやって運営してたんですね。それで当時ね、えー、日本にモンキーズのファンクラブ2万人ぐらいいたんですよ。でその2万人せっかく2万人もいるのにこれをただね置いとくのはもったいないと。でその会社はですね、えー、まあその要するにこうえ描いたわけね要するにファンクラブから生まれたっていうバンドを作ればこの2万人が バッックアップしてくれるそうしたらすごいじゃないかってことになってまあオーディションがあったらしいのでそんなの全然知らなくて僕らはそこで、えー、始めだしたんですけども、えー、まあそういうことでねものすごい好待遇で、えー、僕の、えー、プロのキャリアをスタートしたんですね、えー、楽器は欲しい楽器全部買ってもらいました。 えーそうですね、ドラムはロジャースそしてベースはリッケンバッカーのベースギターも、えー、グレッチ・ギブソンの楽器とそれから、えーそ,うえー、そうですね、えー、まあともかく欲しいっていうものは全部買ってくれるし楽器者はもうペイントされて、えー、そういう楽器者があって。 で僕らの、まあ、ビジュアルというかそのデザイン関係は当時日本で宇野晃っていう人とそれから横尾忠則っていう,、まあ、こうデザイナーのうーん2代巨匠がいたんですねその宇野晃さんという人が僕らのバンドのうんそのデザイン全部をやってくれて衣装までやってくれたんですね。こののの衣装いいいううはねもう全然着たたくないひどい衣装だったの えー、まあそんなこともあったんですけども、えー、要するにえー、っとですね、えー、66年に、えーまあ、僕のそういうキャリアがスタートしましたえー、っとそうですねその後このフロアルというバンドは、まあ、すぐに解散するんですそれで解散した後に作ったバンドがエイプリルフールっていうバンドでした <laughs> これ もうね、すごいでしょ。えー、でもねこの ApeFool っていうバンドは、えー、メンバーにドラムが松本隆、えー、これは今日本でものすごく売れている作詞家です今はねそしてベースは細野春、えー、例えば YMO とかのをやってた、えー、細野晴臣、えー、それを、えー、探してきてこのバンドがキャリアの スタートです、彼らにとってもねそういう、えー、バンドをやったんですけどもこのバンドも1年もたなかったっていう感じですねすぐに解散して僕はその当時その1960年代後半っていうのはねものすごくね日本でまあ外国はその当時は知らないんだけどもものすごいエネルギーに満ちてた時代だったんですよ もういろんな新しいもの演劇の世界もそれから映像の世界ももちろん音楽の世界もデザインの世界もえ本当にね新しいものが満ちていましたそういうのが僕は好きで,でもう一つ音楽のほかに興味があったのがミュージカルだったんですんで当時アメリカのブロードウェイで始まったえロックミュージカル「Hair」というミュージカルがあったんですね。 で、この「ヘアがブロードウェイで成功して世界中に広がっていきましたそして日本でもこのミュージカルをやるっていうことでまたオーディションがあったので僕は、えー、そのオーディションを受けに行ってオーディションに受かって、えー、最初の「日本のヘアのの、えーまあ、メンバーの人になりました。オープニング・でアクエリアス」っていう歌をその当時僕は歌ってたんですけどもえー 東京公演が3か月あってでそれが終わって、えー、次に大阪公演がもう決まっていました。だけども、えー、大変なことが起きちゃったんですね。えー、いわゆるこのマリファナとかそういう問題があってそして何人かの人が逮捕されたりしてそれでそれ以上先に進むことができなくなってしまってで、まあ、僕としては、えー、突然この 計画がその、うん、白紙になっっちゃったわけですもう大変でしたでどうしたらいいんだろうっていう感じだったんですけどもまあ一人で、えー、ギターの弾き語り、えー、とかをやりながらそれでも月に一度仕事があるかないか当時、えー、今は知らないんですけどもコーラの瓶って 酒屋さんに持っていくと一本十円で酒屋さんが引き取ってくれたのコーラの瓶がそれでそれはね本当に助かりましたね <laughs> 何しろ仕事がないんですから、えー、もう街を歩いてコーラの瓶がどこに落ちてないかなと思ってでそれを二十本ぐらい見つければなんとか一日生きられるっていう感じですでそういう生活をしてたんですね。 でうん1991年になって、えー、作曲家の村井邦彦さんとかそれからミッキー・カーティスという人たちが日本で最初の,このインディーズの、まあ、レコード会社を立ち上げたんですねそれでそこから声がかかって、えーまあ、マッシュルームレコードっていうんですけども、えー、そこから僕はソロの 最初のアルバムを出すことになりました、えー、最初のアルバムはねありがとうっていうアルバムですこんなジャケットですでそこからいよいよ自分のこのソロの音楽活動がこのスタートしていくんですけども、えー、そこでは、えー、合計4枚の LP を出しましたそして1995年に、えー ーローっていうアルバムを出したんで,す、ね、でまあこのアルバムを出した時も、まあ、僕の人生の一つの転機だったかもしれないですね。でこのアルバムを出して、えー、1975年ですから、えっと、まだ日本では要するにこう なんですかね、地方でコンサートでずっとツアーをするとかそういうことがまだできなかったんですでそういうネットワークがなかったんです。でこの、えー、アルバムを作ったときに初めて、えー、僕はこの時はコロンビアだったんですけども、えー、コロンビアともう一つクラウンというレコード会社が協力して、えー、僕と鈴木茂っていう2つ2人のアーティストのその何んですかねプロモーションで コンサートツアーが組まれたんですね。それが日本全国四十数箇所、まあそういうツアーをやって、えー、まあ結構ね、えー、いい感じで来たんです。そして1975年、えー、僕の人生を変えるね一つの事件が起こりました。僕は1991年に ありがとうっていうソロアルバムを出した後にようやくこれでねほらコーラの瓶から解放されたんで、えー、それで結婚しようということで、まあ、結婚したんです、えー、いいでしょうねジョン・レノンとこのようこみたいな感じでね <laughs> それで、えー、まあすぐに子供が生まれました、ね、女の子が誕生したんですね でまあ、僕にとっては、えー、この子の成長を見るのはねもう本当に喜びでしたで、えー、その「ファーストアンドラストコンサートっていう「フォ l l o というアルバムを出した後のコンサートツアーが終わって、まあ、家に帰ってくつろいでいたんですけども、えー、その当時僕の娘が2歳ぐらいですまだ。彼女は台所に行ってそして台所で まあ、僕の家内のお母さんが、えー、料理をしているそこに入っていったんですよでテーブルに手を伸ばしましたそうするとそこの上にはね火から下ろしたばっかりの熱い熱湯の入ったお鍋が置いてあったの彼女はもう背がちっちゃいのでただ手を伸ばしてそのお鍋をつかんじゃったんですね熱かったもんだから手を引いたらお鍋がひっくり返って実は 頭から全身その熱湯を浴びるっていうね大やけどを負ってしまいました、まあ、家の中にもう急に叫び声ギャーっていう叫び声で僕は台所に行くともう湯気がこう立ち上がってて僕の娘がもう苦しんでるその様子です娘を抱いてすぐに水で冷やしてそして病院連れてきました看護師さんが彼女の やけどがどのぐらいひどいのかを見るために服を脱がせたんです。そして T シャツを脱がせようとしたらね、一緒にずるっと、T シャツだけじゃない、やけどした皮膚がこう脱げてしまうんです。そんなひどい状況でした。えー、もう本当にね、歌なんか歌えなかったの、その時。えー、医者に何度も何度も聞きました。元通りにきれになりますか えー、僕は女の子ですから彼女の将来のこといろいろと想像したんですもし綺麗になれなかったらどうなんだろうか彼女の人生友達できるだろうか成人式はどうなんだろうかいろんなことを考えたんですねでもずっと頭に浮かぶのはもうなんかこう暗いことばっかりですである人がえー 警察病院がやけどに一番いいドクターがいるっていう話を聞きましたそれで僕は娘を今度はその警察病院に連れてそこで手当てを受けましたその時受けた手当てっていうのは彼女の皮膚が剥がされてそしてその皮膚の後にピッグスキンという豚の皮膚こんな四角いそれをずっと当てていくんです皮膚が乾かないように 乾いたらもうそれでその再生できなくなっちゃうんですねでその上に包帯が巻かれて、えー、そういう状況の中で、えー、僕はですねいろんなことを考えましたこの娘のために今自分ができることをしなかったら後で後悔する後悔したくないから僕が彼女のためにできることは何でもしようと、まあ、そう決心したでそんな時に僕の 妻のお母さんじゃなくておばあちゃん、えー、このおばあちゃんがねクリシャンだったのでこのおばあちゃんが僕らのところに来てくれてそして祈ってくれたり励ましてくれたりしたんですねでこのおばあちゃんが僕に言うんですあんた教会に行って祈ってもらいなさいってさあ僕はね自分の心の中では娘のために自分ができることは何でもしようと考えてたんですよだからねおばあちゃんが言う,言うように じゃあ教会に行こう。このヒッピーがですよ。そして生まれて初めて僕はね教会に行ったんですね。それはね水曜日の夜でした。えー、その教会では水曜日の夜にまあ祈り会があったんですで。勇気を持って僕は中に入っていったんですけども、えー、中に入っていったら年寄りの牧師とそれから、えー、年配の 女性がテーブルを囲んで本当に数人の小さな祈り会もうそこで僕の娘の話をしました祈ってくださいってそしたらみんながね真剣に祈り始めた感動的でした生まれて初めての教会ですよある人はね涙を流しながら祈ってるの会ったこともないんですよある人も額に汗をかいて なんで僕はそれを知ってるか分かります薄こうやって見て見たんです。だって生まれて初めてなんだもん何でも興味があったのでもねその姿に僕は感動したんですけどもそれから1か月後すごいことが起こったの、えー、病院で彼女の包帯が取られてそしてピッグスキンの下の皮膚が再生しているかどうか それを調べる時が来ましたたった1か月ですよもう生まれた時のように新しい皮膚が再生していたもうどんなにホッとしたか、えー、そしてその時にねあやっぱりね子どものこの何ですか、えー、皮膚の再生する力ってすごいなって言う人もいました。 ででも僕はこう思ったんですよ。1か月前に生まれて初めて教会に行った時のあの祈り会が僕は浮かんできたんですそして思いました祈りに応えてくださる神様いるんだそう思った僕の心の中にももう奇跡が起こっていました今までそんなこと考えたことなかったんですよそして僕はこの神様 を知るのは今がチャンスだと思ったんです家に帰っておばあちゃんが昔プレゼントしてくれた聖書を棚の上からね探してきて誇りを払ってそして読み始めたのすぐにお手上げでした電話帳とどこが違うんだろう <laughs> ご存知のように「新約聖書」「マタイによる福音書」「イエス・キリスト」の系図から始まるんですね。 すすごいいハードル高いですよね新学生書はそれで僕はねすぐもうお手上げで,でこれは礼拝に行くしかないと思ったんです。それで、えー、まああの祈ってもらった教会にの礼拝に行くことになりました。えー、礼拝ってね皆さん大体多くの教会はね10時半なんですよ午前中。ミュージシャンにとって これすごいハードル高いんですよ大体 <laughs> ねまあ僕らの、あのー、生活っていうのは昼と夜が逆みたいな生活なの大体いい寝るのは太陽が昇ってから起きるのは太陽が沈む少し前日照時間が少ない人生です <laughs> でまあそんな感じですから えー、日曜日の午前中に礼拝行くっていうのはね僕にとっては本当に戦いでしたでも初めて礼拝に行った時にねなんかその気持ちよかったんですよ自分の心がそれでそれから行こうって決めたんですけども最初はね気持ちが入っていたんですけどもそのうちだん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 辛くなってくるのそれでまあ僕の家内とそれから娘が日曜日の朝、まあ、僕は仕事をやりながらその自分の部屋で えー、寝ていたもんですから部屋に起こしに来るんですね。最初はね素直に起きてたんですけども、そのうちにももう今日は行かないから行って行ってよ。でもあの僕の家内の素晴らしいところはね一度決めたら絶対に変えないんです <laughs>、えー。ですからもう彼女はもう僕が起きるまでは諦めない。そのうちに。 僕があまりにも抵抗してると、娘が泣き出すんです。もう娘の涙が一番弱いの。分かったよ。<laughs> それで、まあ、ようやく、えー、教会の礼拝に行くっていう感じですよね。えー、でも行くとなんか気持ち良くて、じゃあまた来週も行こうっていう風になるんだけども、日曜日の朝が来ると、もういいよ。<laughs> それぞ連続。 さあえー、いつも礼拝に行ってメッセージを聞いていてもそれが僕に語られているなんて一度も考えたことがなかったんです。いい話だなと思うことはあっても僕の人生とどんな関係があるんだろうと僕は思ってました。でもねある時違ったんですよ。その時は、えー、十字架のメッセージでした。イエス・スキリストのの十字架のメッセージです イエス・キリストが私たちの罪の身代わりにあの十字架で命を捨ててくださったそんなメッセージを、えー、聞いていましたその時にね僕はふっとこんなことを思ったんですよなぜキリストが十字架で苦しんでるのに父なる神は助けないんだろうなぜ 僕は1ヶ月前にあの火けで苦しんでいた娘を助けるためだったら何でもしようって決心したんですよ親だったら当然のことだと僕は思っていましたでもなぜ父なる神はその独り子の苦しみを見ながら助けないんですかなんて冷たい神様だろうって僕はその時考えてたでもねしばらく考えているうちに と分かったんですよそれは神様の愛だって。神にとって独り子をあの十字架から、ね、助け出すことぐらいそんなことができないような神様じゃないはずだ。そんなこと簡単なのに神様何の手も出さないであの独り子イエス様の十字架の苦しみをずっと見守ってるってどういうことなんだろうって。 もしそこに血なる神が、ね、自分の独り子を助けたらどうなるんですか私たちがが救われる道が消えていきます。どんな気持ちで血なる神は見守っていたんだろうってそれを考え始めたら急にね「なんて大きな愛で僕は愛されてるんだろう」って分かっちゃった。 これは、ね、もう説明ができない。本当に精霊の働きだと僕は今は信じていますけども分かったんです自分が愛されてるってことがそうしたらもうね感動で涙があふれて涙があふれてそしてその時僕はイエス・キリストを救いにそして心に向かいましたそれから僕の人生がまた新しく変わっていったんですよ もう誰がこんなシナリオを書いたんだろう <laughs>、えー。イエス様を信じるってことできたんですですもね皆さんねこういう音楽活動をして、えー、いてものすごい次のハードルはね洗礼を受けるってことだったの。イエス様は信じる。でも洗礼を受けるっていうのがなかなか踏み出せなかったの。で僕はねこう考えたんですね。 えー、要するにねクリスチャンとして生きていくっていうこの僕の人生を描けないんですよどういうふうになるのかなっていうのはあの笑われるかもしれないけども真剣にこんなことを考えましたよ例えばね今まではお箸でご飯と食べたのにこれからナイフとフォークで食べなくちゃいけないんだろうかそういうことそれがね描けないんですよ僕の場合に。で例えば 酒や煙草どうしたらいいんだろう今までやってきた音楽クリスチャンになって続けることできるんだろうかもう本当にねいろんなことを考えて前に進むっていうことがねなかなかできないそういう時がありましたで当時日本でねアメリカのテレビ電動車レックス・ハンバードっていうテレビ電動車の番組が、えー、放送されてたんですねで まあ、家で見られるんで、えー、家内と一緒にその番組をよく見たりなんかしてたんですけども、えー、家内がね日本に来るらしいとで一緒に集会に行こうっていうことになってで僕らは夫婦でその集会に行きましたもう武道館だと思うんですけどもう一番後ろの席に僕は座ってね目立たないように集会の最後に招きがありました。今日 イエス様を救い人として心に迎える人はね前に出てきてくださいって何か気が付いたら僕前に出てるんですよ <laughs> 本当にそれはね不思議でした自分でも理解できなかったんですでも、えー、その年の6月に僕は妻と一緒に洗礼を受けましたようやく前に進みだしたです えー、世界の歴史がキリストの誕生を境に、ね、BC と AD に分かれるみたいに、まあ、その時から僕の人生も BC と AD それはね本当に分かりやすい変化ですで一番分かりやすいのは生活の変化でしょ夜の、ね、人生から昼の人生にというそういうふうに生活が変わりましたもう一つはね もうう救われたっていう喜びです皆さんね喜びってねあるともうしまっておけない性質があるの、あのー、嬉しいことがあったら誰かに伝えたくなるでしょ伝えたくならないねえ、うん、僕あの40歳で運転免許を取ったんですよ40歳ででしかもね2週間で教習所に行かないで2週間自分で練習して勉強して 試験場にに直接受けに行っって一発で取ったすごくない <laughs> その時ねもう免許証を手にして何したと思いますその時はねまだね携帯がなくて公衆電話だと公衆電話にすぐかけてってね10円玉を積んで手帳を出して次から次へと友達に電話したんですよもう気が付いたら後ろに列ができてるの。 喜びって皆さんんそういうい性質があるんですよ誰かに伝えずにいられないって僕はクリスチャンになってその喜びをまず家族に伝えました母親が救われましたそして父親も救われましたまあミュージシャンの仲間にももうみんなに伝えていたんですね、えー、その時ね、えー、僕らはその 自分の事務所を僕は持っていました僕のためにスタッフが働いてくれてで、まあ、僕は自分の仕事でそのスタッフがそのを養う、えー、ことになったわけですよねでも日曜日の問題がありましたほとんど日曜日って仕事だったんですよでも礼拝を守りたいって二人で家内とそんな話をしていましたでも 礼拝を守ったらどうなるかね仕事を。でもね二人でね決心したんです。神様頼っていこうって。どうなったと思います？経済的なピンチがやってきました。<laughs> もうね大変だったの。あのー、電気代が払えなくて電気がストップしました。僕が住んでたところは,ところは埼玉県の狭山市というところ。 家の周りに結構畑があってある時歩いていたら人参が畑の隅に山のように積んであったんです、えー、お百姓さんに聞いたんです「あの人参どうするんですか?」あああれねもう規格が合わないんであそこを肥料にするだけ」その時僕はねふっとひらめいたんですね「すいませんうちうさぎ飼ってるんですけども」<laughs> 少しもらってってもいいですか?」って言ったらね「好きなだけ持っていけ」って言うんですねで家に帰ってバケツを持ってバケツいっぱい人参もらって帰ってきてそれから毎日人参食べました一生摂取しなくちゃならないベータカロチンはこの時全部摂取した <laughs> でも皆さんねそういう生活をしてても僕の心には湧き上がる喜びがありました本当に僕の人生誰が こんな人生のストーリーを考えたんだろうと思います。今年、僕はデビューして50周年。実は、えー、このね9月には50周年の特別なコンサートがあります。50年出会ってきたいろんなミュージシャンたちが協力してゲストに出てくれます。佐野元春がいたり、それから、 えー、矢野明子がいたり、えー、松孝子さんも来てくれるしまあ本当にそういうみんなとこの一緒にね50年やってこれたことを祝うことができるって本当に幸せだなと思ってます。でもこれは僕が書いいたシナリオじゃないんです誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたもの古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりました。 イエス様を僕の頃にお迎えしたその時から僕じゃなくてキリストを私たちに与えるほど私たちを愛してくださった神の新しいシナリオが僕の人生に書かれ始めていったんだと思いますイエス様を信じて歩く人生ってワクワクしませんかなんて素晴らしいんでしょう自分がシナリオを描くよりもねえ この世界の創造主に自分の人生のシナリオをお任せする方がどんなに素晴らしい人生になるのかと思います。どううもありがとうございました 皆さん何か聞きたたいことがあっら、はい、先生が最初に歌われた歌の中で「出会いが大事」ってあったんですけど、うん、先生がワーシップソングを書く上で影響を受けていると思うなんか人との出会いとか曲との出会いはありますかえっとね、まあ、そういう意味ではそういう人との出会いっていうのはないんですけどもでもやっぱりねまああの。 毎日こう聖書を読むじゃないですかやっぱね聖書の言葉との出会いっていうのはねすごく大きいですねやっぱその時にいろんな思いが湧いてくるしそれがすごく僕にとっては新しい曲作るのインスピレーションそこういうところから来ることが多いです。 えっと先ほどなんかあの洗礼を受けた後になんか人参をひたすら食べたとかまたなんか家の電気が止まっちゃったとかそういったちょっとハプニングっていうか困ったこととかたくさんあったと思うんですけどなんかそういう出来事を経る中でなんかちょっと信仰心が揺らいでしまったなみたいな時がもしございましたらちょっとお伺いいいしたいなと思いますあの、ね、僕の場合にはねそういうのが揺らぐってことはなかったの。でね、例えば そのほらニンジンもねさあ明日食べるものどうしようかっていう時にニンジン見つかるわけよたまたま <laughs> それでさ僕の頭にさあそうだうさぎ飼ってたんだっていうさアイデアが浮かんでくるわけさ、ね、それとかね例えば、えー、と僕その当時はねいろんなコマーシャルソングを作ってそういう仕事もやってたのね例えばねのあれ僕が作ったの。<laughs> <laughs> で そういういい仕事をやっていたんだけども、ある時ね航空会社の有名な航空会社ですけどもそこのコマーシャルをすぐ頼まれて僕が作ったんだけどもそれってね要するにコンペティションだったの誰か他にも作った人がいてでまあどっちを取るか実は僕の方があの落ちちゃったわけでこっちの方が取れて飛んで飛んで飛んでっていうのがまあ,あの用いられるようになったんだけどもせっかく作ったのがもったいないと思ったの。 その時たまたま、ね、したらねその人が、えー「これいい曲じゃない。うちの,あのんみんなの歌っていう番組でこれ使いましょう」ってことになってそれで急遽ね、ね NHK のスタジオでその歌を録音し直して「でみんなの歌であで放映することが決まったんですけどもその時に。 実はね僕の事務所でその月のその月末に払うお金が90万足りなかったのどうやってもそれの手当ができなかったのそんな時にその NHK のスタジオで録音し終わったらね「あの今日支払いが出ていますから」って言って言ったらねめった,めったにこんなことはないんだけどその日の仕事の支払いその日にもらったのねでサインしたら その月に必要な九十万だったの。本当にね、だこういうことの連続なんです。よ、実は。だから揺らぐっていうよりも、逆にねワクワクするの、なんかそういうことが <laughs> 起こるとね、うん、うん、そういう感じです。他に誰か質問のある方いらっしゃるんです？はい。あ、あの少しチップな質問かもしれないんですけども、僕たちの中でその。 いわゆる芸能界っていうものといわゆるクリスチャンっていうものの結びつきがあんまりイメージができなくて、うん、小坂さんが例えば、まあ、救われて、まあ、そのことをいろんなお友達とか方々にこう何だろう伝えたというほどおっしゃってたんですけどその中で例えば、うんまあ、芸能界っていうとすごくざっくりしてますけどいわゆるその,その中でクリスチャンとして証しをした経験がもしあったら教えていただけたらなと。 あのそうですね話したようにね僕はね救われた喜びでともかくねみんなに伝えたんですよほとんど。で例えばその聖書をプレゼントしたりとかもともかくこの喜びをこう誰かに本当に味わってほしいという感じだったんで、えー、ともかく伝えましたね。だけども、ね、その実は えー、それでねそう敬遠されることも多かったんですよ要するになんか距離ができちゃったり、えー、だけどもそうですね僕の、えー、まずはね事務所のスタッフが救われましただから、えー、まあスタッフと一緒に礼拝に出てとかそういうのができるようになったしなかなかねミュージシャンとかの中で その救われるっていうことがねなかなか難しいんだよねだけどもねこんなことがありました <laughs> 2001年にそのエピックソニーからピープルというアルバムを出したんですけどもその年に大阪のね FM802 っていうステーションがあるんですけどもそこが主催する 夏のまあ、サマーフェスみたいなイベントがあるんですね、えー、Me to the world beat っていうイベントなんですよ数万人集まるでそこに出演依頼が来てで、まあ、えー、出演することになったんですけども土曜日に大阪でそのリハーサルがあって僕は日曜日教会があるんでそれを言ってもう東京に帰ってきてそして日曜日の礼拝を終えてまた大阪へとんぼ帰り そういうい感じで,で要するにねそういう行動を通して周りの人たちがこう見てるんですよ僕のことをね。それで実は日曜日のそれはそのコンサートの最終日だったんですけども僕が礼拝で午前中出ないなっということになってわざわざ僕の時間を一番最後にしてくれたのね。で要するに「鳥」っていう部分なんだけども、えー、そこで、えー、歌いました。そしてね えっと、なんだっけな。えっ、ー、と、ドリカムの、あの、皆さんでしょ彼女と一緒に、ね、その時ね、アメイジングレイスん歌ったの。うん、で、えー、なんかね、やっぱりね、そういう、あの、なんていうかな、想像もしない場面。っていうのが、生まれたりするんですよ。やっぱりね、これ、伝道するために、そこに出ていかなかったら、これは生まれないこと。要するに。 話したように、このリスク、えー、やっぱりこうね戦うと生まれるリスクもあるし戦わなくてもリスクがあるしで,でも僕はねどっちかというと戦うリスク、うん、そっちの方がいいかなというふうに思うんだよね、うん、まあ早くね音楽の仲間で救われてほしいなと思うけどねはいありがとうございます。 他にどなたか質問ある方いらっしゃいますかえっとその娘さんの話を聞いて、うん、で僕も1歳の娘がいるからすごくその話を聞いてこうすごくこう心がこう痛かったんですけれど、うんうん、でもその癒された話も聞いて、うん、でちょっと素朴な,なんかこう聞いてみたかったのはその後のその娘さんが今どうしておられるかとかちょっと聞いてみたいなと。うんうんえー、一人娘だから 僕らは、ね、その娘を育てる時にうん何というかなあんまり甘えん坊にならないようにもっとちゃんと早く自,自立できるようにということを考えながらこの子育てをやってね小学校1年生から学校を寮生活させたの。<laughs> そうでしょ。1年でで学校の寮生活。でもねそれが良かったのは要するに一人っ子だと上下の関係ってなかなかできないんですよ。で 寮に入ると1年生の時は年上のお姉さんたちが面倒を見てくれて自分が年長になれば下の子どもたちを面倒を見るというそういう縦の関係が生まれるねで、まあ、そういうようなことですごくいいこの関係づくりをすることができたのとそれから、うん、彼女はね高校2年の時にアメリカに留学したいっていらしてね僕はねものすごく喧嘩したわけ揉めたのそれで。 お前一人娘だぞ <laughs> 知ってんのか <laughs> で、えー、それでもね彼女はね留学したいっていうんですよであまりにもね決心が強いので、えー、それを許したんですけど彼女はアメリカのノースキャロライナというところに1年間、まあ、普通の公立の高校に通いましたで最初はねすごくこう英語はしゃべれなかったから 毎週電話かかってきたのコレクトコールで <laughs> それでもうね電話の声が震えてるんですよもうね要するにコミュニケーション取れないからものすごい孤独だったわけでも電話でね祈って励ましてね「パパはいられないけどイエス様一緒だよ」ってでそういうのが3か月ぐらい続いてそうしたらねピタッと電話が来なくなっちゃったのそしたらねなんか3か月ぐらいした 急そし,し,したらもうね楽しくて電話するどころじゃないんだ <laughs> まあでも、えー、まあ日本に帰ってきてそして日本の高校を卒業して今度はまたアメリカに大学行って、えー、彼女進学校を卒業してで今もアメリカに住んでるんですけども、えー、アメリカ人と結婚してそして子供が2人います。そして彼女は えー、彼女も歌が好きでね、まあ、やっぱりその僕の歌のスピリットを受け継いでるところもあってまあ彼女は「えー、とエイジャーっていう名前で音楽活動アメリカと日本で、えー、やっていますねうん、あのー。日本に帰ってきた時には、えー、僕のライブに彼女もゲストで出てそして一緒に歌うんです。で昔ね えー、アメリカのスインガーに、えー、とナッキン・コールっていう有名なスインガーがいるんですね。でこのナッキン・コールの有名な歌で「Unforgettable」っていう曲があるんですけどもそのナッキン・コールが亡くなってからそのデジタルの,その技術を駆使してナタリー・コールはお父さんとその何 その、CD、のの CD 音楽の中でデュエットを実現させたのでも僕の場合には生きたまんまデュエットが実現できている、うん、で彼女もクリスチャンとして、えー、そ日本に帰ってきた時にはね、えー、一緒に被災地に行って被災地の人たちを励ますための音楽活動を一緒にやったりとか、まあ、そういうことをずっとやってます。